浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えてること、妄想、想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時好きな場所でお付き合いください。昨日は僕の過去のバイトの話をしたんですけれども、それはまあ大変だった話だったんですけどね。逆に今日は、もし俺が女性だったらこんなバイトしてみたかったなっていうのがありまして、それちょっと発表しようかなと思っておりますが、まあなかなか男性である私がそのバイトをすることは少しはばかれるなっていう、ものがありまして。それはですね、皆さん、ラケルっていうオムライスの飲食店なんですけど、知ってますか？このね、ラケルのホールの店員さんの衣装、まあ制服ですか。めっちゃくちゃに可愛いんですよ。これいろんな制服あるじゃないですか。飲食店の中だったら俺ダントツの1位だと思うんですよね、ラケルのホールの店員さん。なんかこう赤とピンクというか、何色だこれは、チェック柄の赤と白、まあ細かいチェック柄みたいなエプロンなんですけど、でメニュー表が赤色で、まあ持ってる写真見てるんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。白のワイシャツに上にその赤白の細かいチェック柄のね、羽織ってるんですけど、これでも男性はもちろんつけないんですよ。男性は多分ホールしてる人はあんま見たことないんですけど、まあ基本的にはまあなんていうの、コックさんみたいな服装してると思うんですけど、まあこれは別にいいですよ。まあよくあるコックさんですから、他の飲食店でもこういう格好してると思いますよ。ラケルのホールはラケルだから、可愛すぎると思う。でこんだけ言ってるじゃん、俺ラケル入ったことないですからね。入ったことないんですよ。だからオムライス食べたことないんですよ。いや正確に言うとよ、ちっちゃい頃はあるかもしんないよ、記憶にないだけで。大人になってから、物心ついた時から、少なくとも記憶残ってる中だったら一回もないですね。まあ直前までは行ったことありますよ。例えばショッピングセンター、ショッピングモールでね、レストラン街歩いててさ、ラケルがあるわけですよ。あ、オムライスかいいなと思ってね、覗いたりはしますよ。けど入ったことないんです。なんか中入って、そのめちゃくちゃ可愛い制服の店員さんが来てさ、こちらですとか案内されるのがもう耐えらんないと思って。耐えらんないと思ってさ、だからもう外で見てるだけなんですけど、でもね、これはもう男性である私は、もしラケルで働いたとしても、この衣装を着ることはできませんから。まあ、もし、俺が女性だった場合、これはもうラケルの衣装を着たいなと。まあ、結構前から思ってますね。シンプルにスタバの店員さんもいいんですけど、スタバの店員になって、紙コップのところにメッセージとか書きたいですけどね。サラリーマンの人に今日もお疲れ様でしたってコメント書いてコーヒー渡したいですけどね。あれもらった側めちゃくちゃ嬉しいですからね。あんまないですけど。それかね、新作のメニューのトッピング勝手におすすめ伝えたいですけどね。あれも嬉しかったですからね、この間ね。制服で言うとホーンテッドマンションの女性の制服も可愛いですけどね。緑色のね。ただあれ、
ディズニーの全体のルール変更で別に男性はあれ着れるようになりましたからね、うん、だから今回は女性になった場合ですからね、うん、ラケル皆さん制服見に行ってみてください。そしてオムライス食べてみてください。僕は頑張って外から眺めたいと思います。めちゃくちゃ気持ち悪いな、なんだこれ。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。